日本の噂パーソナリティの楓です。本日お届けする話題はこちら。今回は前回に引き続き日本のことが大好きな海外セレブをご紹介します。スティーブン・セガール。生年月日1952年4月10日。出身地アメリカ合衆国ミシガン州。スティーブン・セガールさんはアメリカの俳優、執行官、武道家。17歳の時から10年以上大阪府に滞在していたため日本語が堪能です。俳優の千葉真一さんとも親交があり、千葉先生いてはりまっかと大阪弁で連絡を取っているそうです。多くの日本刀を所有し、長く伸ばした髪を後ろで束ねたヘアスタイルは侍の髷を意識したものです。インタビューや出演したバラエティ番組などで大阪仕込みのノリツッコミも披露しています。2011年に東日本大震災が発生した時は、日本の皆様が一生懸命日本の苦しみを、みんなが同じ苦しみを感じているからできることだけを、一生懸命日本が盛り上がるように強くなれるように一生懸命応援していますと日本語でコメントしました。リチャード・ギア。生年月日1949年8月31日。出身地アメリカ合衆国ペンシルベニア州。リチャード・ギアさんはアメリカの俳優で、シカゴやプリティ・ウーマンなどに出演しています。1991年に公開された黒澤明監督の映画8月のラプソディにも出演しています。その映画で使用された念仏堂のオープンセットを解体してアメリカの別荘に移築したそうです。またシャルウィーダンスやハチ、約束の犬といった日本映画のリメイク作品にも主演しています。2009年には笑っていいとものコーナーテレフォンショッキングに出演し、番組史上初のハリウッドスターのテレフォンゲストとなりました。日本とは逆に中国には批判的で、1993年のアカデミー賞にプレゼンターとして登場した際、用意されたスピーチを無視し、中国のチベット民族迫害を批判しました。その後も北京五輪のボイコット運動など人権活動を続けてきました。その結果、中国はギアさんを敵視するようになり、映画出演の交渉の際にも横槍を入れるようになりました。ギアさんはチャイナマネーに頼るようになったハリウッドから見放され、今はインディーズ作品を中心に活動しているそうです。フレディ・マーキュリー。生年月日1946年9月5日。没年月日1991年11月24日。出身地ザンジバル保護国。フレディ・マーキュリーさんはイギリスのロックバンドクイーンのリードボーカル。クイーンは日本でも広く知られていて、2018年に公開された電気映画ボヘミアン・ラプソディは日本でも大ヒット。累計観客動員が941万人、興行収入が130億円を超えています。フレディさんは親日家で、来日公演の時以外でもお忍びで来日し、骨董品などを買い求めていったそうです。またロンドンの自宅には日本庭園を設けていて、池には錦鯉が泳ぎ、石灯籠もあったそうです。庭作りのために日本人庭師も雇うほど日本文化にこだわりがあったようです。日本語にも通じており、来日公演時の MC の半分は日本語でした。アルバムバルセロナに収録されているラ・ジャポネーズの歌詞の大部分は日本語で書かれています。トム・クルーズ。
生年月日1962年7月3日。出身地アメリカ合衆国ニューヨーク州。トム・クルーズさんはアメリカの俳優、映画プロデューサー。1983年の映画卒業白書で一躍有名になり、その後もレインマン、ミッションインポッシブルシリーズ、ラストサムライ、オールユーニードイズキルなど数々のヒット作品に出演しています。東日本大震災が起きた2011年、安全面などの理由から多くの海外セレブが来日をキャンセルする中、日本にいるみんなを勇気づけたいというトムさんたっての希望で映画のプロモーションのために来日。スケジュールの関係でトムさんが希望していた被災地を訪ねることは叶いませんでしたが、代わりに被災者たちを試写会ジャパンプレミアに招待しました。通常ハリウッドスターは来日してもニュースメディアなどのインタビューに答えるだけで、バラエティ番組などに出演することはありません。しかし日本好きなトムさんは徹子の部屋、VS 嵐、しゃべくり7といった番組に出演したことがあるほか、2004年には元野球少年という経験を生かして日本シリーズの始球式を務めました。また何よりも日本のファンとの関係を大切にしているというトムさんは、映画の制作中も常に日本のファンのことを考えていて、必要に応じて脚本の内容を修正することもあるといいます。トムさんが出演したバリー・シール、アメリカをはめた男の監督を務めたダグ・リーマンさんによると、このシーンは日本でどう受け止められるか、ここに字幕が入ることを考えたら、このシーンはこうした方がいいのではないか、など、トムさんから日本人に配慮したアドバイスがたびたびあったということです。ジャスティン・ビーバー。生年月日、1994年3月1日。出身地、カナダ・オンタリオ州。ジャスティン・ビーバーさんは、カナダのポップミュージシャン、俳優、シンガーソングライター。2018年にシングルとアルバムの売り上げが1億4000万枚を超え、史上最も売れたアーティストの一人です。ジャスティンさんは世界的に支持されていて、ツイッターのフォロワーは1億人を超えています。デビューしたての10代の頃から来日していて、プライベートでも何度も来日しているそうです。普段から日本語が書かれた洋服を愛用し、来日公演のステージでは日本語を披露。さらには、愛猫2匹に、寿司、ツナ、と名付けるなど、とにかく親日なようです。ツイッターで、ピコ太郎さんの PPAP をリツイートし、その後、日本のテレビ CM で2人は共演しました。2020年の春夏コレクションの広告撮影の舞台裏で行われたインタビューでは、今後挑戦したいこととして日本語を挙げ、日本大好き、お疲れ様でした、おはようございますと覚えた日本語を披露しています。スティーブ・ジョブズ。生年月日1955年2月24日。没年月日2011年10月5日。出身地アメリカ合衆国カリフォルニア州。スティーブ・ジョブズさんはアメリカの実業家でアップル社の共同設立者の一人。今や誰もが知っている iPhone の生みの親ですね。若い頃から禅の思想に興味があり、しばしばスピーチなどで禅の教えを引用していました。ジョブズさんは、シンプルこそが最高の洗練という信条を持っていて、余計な装飾をなくし、本質的でシンプルなものを作ることを目指していました。ジョブズさんのこのような美意識は、日本の禅の美学から来ていたものと考えられます。また、日本の文化にも深い関心を持っていて、晩年まで家族旅行でたびたび京都を訪れていたそうです。
大学時代から菜食主義を貫いていましたが、そば、寿司、和菓子など日本の食べ物を好んで食べていました。また、新版画の収集もしていたようで、1984年のマッキントッシュの発表セレモニーでは、自身が持っていた橋口御用の紙透ける女を映像技術のデモンストレーションの際に使用しています。アリアナグランデ、生年月日1993年6月26日、出身地アメリカ合衆国フロリダ州。アリアナグランデさんはアメリカのシンガーソングライター、女優。アルバムシングルの大ヒットにより国際的な人気を博しています。マライア・キャリーさんを彷彿とさせる歌声を特徴としていることから、ネクストマライアとも言われています。大の親日家で、2015年に自身のツイッターに、私は便器をしますと日本語で投稿をし、自筆の勉強ノートを公開しました。2016年4月には訪日時に発生した熊本地震の被災者に向けた日本語のメッセージをツイッター上で発信しています。しかし2017年の韓国公演の際、アリアナさんがリハーサルをキャンセルしたことで炎上してしまいます。キャンセルの理由は、アリアナさんが空港に集まった取材陣を嫌がったため、登場する飛行機を変更し韓国入りが遅れたためです。アリアナさんは韓国公演を行ったものの、結果的にわずか7時間で韓国を去ってしまうことになったのです。韓国公演の前に訪れた日本では、公演の2日前から日本入りし、リハーサルや観光などをしていたことは SNS を通じてファンはみんな知っていました。これが日本びいきだとして韓国人ファンに火をつけてしまったようです。そして2019年1月、アリアナさんが新曲セブンリングスにちなんで七輪と漢字のタトゥーを手のひらに入れたところ、日本のファンからは好意的な反応が寄せられましたが、日本以外のファンから文化の盗用だと指摘され炎上。多くの批判が寄せられたことで切れてしまったのか、アリアナさんは、日本語の勉強は本当に楽しくって熱中していたことだったけど、もうやめます。日本に住みたいと思ったこともあったけど、もういい。さよなら。とツイートしました。文化盗用と聞いても、日本人にはピンときませんが、アメリカでは現在でも白人たちマジョリティが、マイノリティである有色人種の土地を征服し搾取してきたという歴史が刻まれています。そのため、例えば白人が着物を着ただけでも文化盗用として非難されることがあるのです。長く続けてきた日本語の勉強をやめてしまったアリアナさんに、日本のファンからは落胆の声が上がりました。日本のファンはアリアナさんを慰めるため、サンキューアリアナライクジャパンというハッシュタグをつけてコメントを投稿しました。残念ながら、その後アリアナさんから日本語の勉強についての言及はありません。しかし同年3月、アリアナさんはツアーのバックステージでメイクアップチェアに座る自身の写真を投稿したのですが、その椅子の背もたれの部分にアリアナとカタカナで書かれていました。この写真はすぐに削除されてしまいましたが、日本のファンに向けたメッセージではないかと言われています。アリアナさんが今も日本語を勉強してくれていたら嬉しいですね。それでは本日の日本の噂はここまで。新着動画を見逃さないためにチャンネル登録しておいてくださいね。